異世界レビュアーズ、星さん。メインの3人のオスと1匹の両生類が異世界の風俗事情をレビューするという大変挑戦的な作品。深夜枠で放送された時に過激すぎるという理由からナイスボートしたような話題性のある作品。メインは人族ではないデミヒューマンがどのようにおせっせするのかといった部分を想像を働かせて面白おかしくシナリオに落とし込んでいるところが発想の斜め上を言っておりぶっ飛んでいて面白い。作画がとんでもなくお上手で、ケモナー上級者でないとたしなめないようなスライムだったり、サイクロプスのようなデミヒューマンのメスもめちゃんこ可愛らしく描いているので、ケモナー初心者でも劣情を催しやすく描かれている部分はディモールトベね。とりわけケモナー村に向かった時の、入り口近くはケモナー初心者向けのメスがいて、奥に向かうほどにケモナー上級者向けになっていくという部分はケモナーなら常識の部分をケモナー初心者にも、ケモナー式はこういう風にジャンル分けしてるんだよってのをわかりやすく表現しておりディモールトベね。風俗レビューとあるが色っぽいシーンを色っぽく描く実用向け漫画ではなくあくまでもレビューと漫画的面白さを重視しているのでデミヒューマンとの色っぽいことの詳細を見たいという人族には合わない。漫画としてめちゃんこ面白いからおすすめなので。